おはようございます。5月16日日曜日、新聞コラムの音読を行います。その前に新聞日米フランス共同訓練は定例化。離島防衛、市街戦地線。国内演習場で初演習。河合正夫さん死去。霊長類研究の世界的権威。97歳。それでは、新聞コラムの音読を行います。本日の三景名の表題はこのように決めました。今年の梅雨入りは例年に比べ早し。このところ朝の6時前には目が覚める。軽装で家を出て2キロ余り離れた河川敷を目指す散歩が日課になった。さらっとした早起は首筋に心地よい人はけを残し、道すがらすれ違う季節の草花も目の薬になる。往復の1時間が苦にならない。沿道の植え込みには立ち青いが目にも鮮かに花花弁をほどいている。梅雨青いという花の迷いを払った立ち姿に、もうそんな時期かと思案する。今年は四季の巡りが足を早めているらしい。あら、お早いのね。ええ、お互いに。愚にもつかぬあなたの会話を胸の内で楽しんでいる。これが立ち葵の花です。草花の体内時計は正確な時を刻むようである。九州北部、中国、四国の各地で梅雨入りした。平年より3週間ほど早く、四国は観測史上最も早いという。九州北部と中国も史上2番目の早さというから、かなりの急ぎ足だろう。さみだれとは梅雨時に降る長雨を言う。乱れは水滴、つまり雨のことを指す。さはさつきのさとする説があり、さなえやさおとめなど田植えに関する古語につく説答語とも言われる。言うまでもなく旧暦の5月である一月ほど前倒しのさみだれに、西日本から北日本にかけての雨模様、空模様が荒れそうだという。土砂災害や水害への警戒も必要だろう。前線の穏やかな足取りを願うほかない。この先続くであろう長雨を思うと気が滅入り、足早に去れば去ったで次に待つ暑さに鼻じろむ。天地の暦とは難しいものである。立ち青いこの垂直の流し目を、国よけいざよい、国竹、ごめん、すみません、国竹いざよいの作です。時の古今を問わず、かの花には見る者の人
瞳を吸って離さぬ磁力があるらしい。とはいえ傘の季節を前にすると我が足腰の覚悟は鈍る。緑風の中を行くから心弾むものを時ならぬさみだれの罪の深さよ。令和3年5月16日日曜日三経名の音読を終わります。次はコロナ尖閣といきます。世界のコロナ、15日現在、アメリカ、インド、ブラジル、フランス、トルコ、ロシア、英国、イタリア、スペイン、ドイツ。患者数全世界で1,169,130人、死亡者数3,358,700人。コロナ急拡大、台湾警戒という記事が載っております。台湾中央感染症指揮センターは15日新たに180人の市中感染者を確認したと発表。台北と隣接する新北市、新北って言うのかな、これ防疫警戒レベルを2から3に引き上げた。これまで感染化を効果的に抑制してきた台湾だが、突然の感染拡大に市民は衝撃を受けている。一部では日用品の買い占めが起きるなど緊張は一気に高まっている。台湾では今月中旬以降、台北市の飲食店などでクラスターが確認されているという。感染拡大のきっかけは大手空港会社の乗務員が持ち込んだ感染力の強い英国型変異株とみられる。大変です。また冷戦、ロシア、アメリカを非友好国して、なんかアメリカ報道機関の口座凍結、また冷戦の時代に入ってきますかな。次は国内の患者数は例年5日連続600人超えの記事になっております。6000人超え。北海道からこの辺全部100人以上超えております。次は尖閣、尖閣、中国公船92日連続ということです。九州北部、中国、四国は梅雨入り、異例の早さ。先ほどの記事です。三経名のと関連したものです。今日は日曜日ですので、クイズがあります。皆さんやってみてください。間違い探し、この上と下の絵に20箇所間違いがあるそうです。例えばこことここが間違い、この
手ぬぐいの長さが違うとか、パッと見た。ここの雲の長さも違うとか、20箇所あるらしいです。私も頑張ってやります。次は違う問題。A から Z まで縦横方向に進みながらアルファベットを順にマス目に入れます。斜めに進めません。途中のアルファベットはちょうどそこに入ることをします。さて、やってみましょう。ABC、ABC、D、E、F。F 行ったらここ行かれない。ということは違う。こうかな。こういう感じ。A, B, C, D, E, F, G, H, I こういうふうにって全部やってここで終わりという感じです。次の問題、次は慣用句の問題。軍配を上げるというようにこう探していく。例えばこれやったらパッと見たらこれ、目くじらを立てる、こういう感じですね。目くじらを立てる。1と6の2つがどのような慣用句になっているかを、だから6番は目くじらを立てる。一句、一夜報いるかな。そんな感じ。次、はい、私の得意な数読。数読とは数学は独身に限るという名前から来たらしいです。ここに1から9まで入ること。各組に縦にも1から9、横にも1から9というルールです。例えばここ、こう3を見てみます。3はここに3があるということは、この段の3が入る位置はこことここは3が入らない、こことここも3が入らない、横に3があります。ここの数字3あります。下を見ますと、こういって、ここに3があり、ここに3があるので、ここは絶対3入りません。ということは、ここが空いてます。ここが3です。そういうふうにして、数字で埋めていきます。9、これは9はちょっと無理やな。パッと見で、5でしたら、5。このマス目に5を入れると思ったら、ここ横行ったら、ここには5は入らない。ここにも5は入らない。今度下から見てみますと、ここには5が入ってるので、5があるので、ここは5は入らない。ということは、必然的にここは5です。このようにして埋めていきましょう。頑張りましょう。以上です。ありがとうございました。またねー。